こんにちは、トワログです。今日紹介しようと思っているのはこちらですね。いわゆる PC スタンド、ノート PC 用の PC スタンドで、割とね重量級というか重さがあってどっしりして、なおかつね高さが出せるタイプの PC スタンドを紹介しようと思います。これ何がいいかっていうと、ちょっとねめちゃくちゃ硬いんですけど、よいしょ、こうやってこうすることによって結構なね高さが出るノート PC スタンドなんですね。例えば今手元に MacBook ありますけど、これをねこういう風に置いてこうやって開くと、結構ね床との高さがあるので、こんな感じで目線の高さの位置にノート PC のねディスプレイが来るっていう、結構ね優れたアイテムなんですね。いや、なんで今更ね PC スタンドかっていう話なんですけど、まあこれ結構ね前に僕購入していて、だいたいねもう半年ぐらい愛用していて、前の動画とかでもねちょこちょここのノート PC スタンドについて話してるんで、今更まあなんかこれについてすごい語ることないかなとは思ってたんですけど、半年ぐらい使ってみて結構ね頑丈だし、全然ね壊れる気配もないというか、ちゃんと毎日便利に使えているので、今日はねあえてこれを単体の動画で紹介しようと思っています。それでは早速紹介していこうと思います。僕がいつも使ってるノート PC スタンドはこちらですね。これね結構すごいんですよ。オルモズっていうメーカーで、多分ね Amazon で検索して、まあ、上の方に出てくるものだと思うんですけど、なんでこのメーカーの PC スタンドを選んだのかっていうと、結構ね高さが出るんですよね。いわゆるモフトとかノート PC にくっつけるタイプのね PC スタンドってあんまり高さが出なくて、まあ、下にキーボード置くとかできないんですけど、これだとね結構よいしょ結構硬いんですけど、 PC スタンドのね高さが割と出るんですよね。であとね個人的に選んだもう一つの理由としては、これよく見てもらうと分かるんですけど、ここがね吹き抜けみたいになってるんですよね。通気口が結構でかくて、これがね他のノート PC スタンドだと埋め尽くされてたりとか、なんかね穴が小さかったりするんですけど、このねオルモズのノート PC スタンドに関してはかなりねここの排気口というか通気口が大きいので、例えばまあ M1MacBook とかだとねほとんどファンレス機構であんまり熱くならないんで、特にねそこに関しての恩恵は受けないんですけど、僕が動画制作の時に使っているこういうノート PC ですね、割とハイスペックなモデルでファンを搭載していて、かなりねこの裏面が熱くなるような PC を使っている場合だと、割とねこういうなんか通気口が大きい方が排熱のね効率が上がると思うので、そういう意味で数あるノート PC スタンドの中からこれを選んだっていう感じですね。実際にこれを使い続けてもう半年ぐらい経ってるわけなんですけど、かなりね、まあ、剛性もしっかりしていて、ちゃんとね使いやすいです。ただまあ結構大きさがあって、確かね横幅が24センチで、ここのね奥行きが23センチで、なおかつね厚さもまあそこそこ折りたたんだとしても出るような形状をしているので、持ち運びにはねあんまり向いていないかなと思います。これの重さ自体もね 800g ぐらいあるので、例えばね MacBook Air だと 1kg ちょいなんですけど、まあほとんどね2倍ぐらいの重さになってしまうので、そういった意味ではねやっぱり自宅で使う専用というか、自宅据え置き型のノート PC スタンドかなっていう感じがしますね。このノート PC スタンド割と剛性がしっかりしてるので、耐荷重がね 20kg ぐらいあるんですよ。 20kg もあるノート PC って何なんだろうっていう感じはするんですけど、僕はいつも使ってるね PC とかあと 2kg ちょいなんですけど、例えばねあのゲーミング PC とかゲーミングノートみたいに 4kg を超えてくるような PC を使うってなると、こういう剛性がしっかりしてる PC スタンドがいいのかなと思います。で一応ねこの PC スタンドに関しては、対応サイズ 7.9 インチから 17.3 インチのノート PC って書いてあるんですけど、まあ iPad 置いて使ってもいいし、 MacBook Air とかを使ってもいいし、こういうね重ための PC を使ってもいいって感じですね。こんな感じで高さが結構しっかり出て、この PC スタンドの場合だとこの下がね結構ガラ空きな感じで使えるので、例えばね僕いつも使っているキーボードがあるんですけど、こういうキーボードをここに設置して、であとねいつも使っているトラックボールをこういう風にセットしても、ノート PC を使ってたとしても、このトラックパッドとキーボード部分がね邪魔にならずに使えるんですね。これが結構個人的にすごいいいなと思って購入しています。例えばねトラックボールとかキーボード普段使わないよっていう人だったら、ここはもうマックスまで下げてしまって、あとここの角度をねつけるだけで、こうやってよいしょ、まあこんな感じで MacBook を置けば、本当にねモフトとかああいう PC のねこの裏につけるタイプの PC スタンドみたいな形でも使うことができるので、まあそういう意味ではねかなり一石二鳥なのかなと思っています。でまあ一応ねモフトとかもこの裏につけて
使ったりもするんですけど、基本的にはねこっちを使っていて、さっきも言った通り MacBook だとあんま関係ないんですけど、モフトとかだとこの裏をね全面貼り付けてしまうんですね。なので排熱効率というか、ここにちょうどねファンの吸い込み口があって、ここから熱い空気を送り出して冷やすって形なので、ここがね全面覆われてしまうと結構ね重たい作業する時とかパフォーマンスが落ちてしまうんですよ。なのでそういった意味でもこういうねアルミ製で、しかも通気口が大きい PC スタンドを使うようにしてるって感じですね。まあ、そんな感じで半年ぐらい使ってるんですけど、高さがすごい出るっていうのが結構疲れにくくて、なんか会社支給のノート PC とかそのまま自宅でこうやってディスプレイとかに接続しないで使ってる人とかいるじゃないですか。この状態で1日8時間とか例えば作業して、まあ、週5とかで作業してると、まあ本当にね椅子とかちゃんとしたものを使ったとしても結構ね腰が痛くなってくると思うんですよね。こう体もねこの状態ずっとキープしていられればいいんですけど、結構ねこうやって集中すると丸まってしまうと思うので、肩の感じとか結構凝ってくるし、肩とか首とか背中とかはね結構凝りやすくなっちゃうんですよね。まあ、できればねこう自宅用にね大きめのディスプレイとか用意できればいいと思うんですけど、例えばねリビングで普段作業してる人とか、なかなかねこのディスプレイを買う予算がないよみたいな人だったとしても、最低限ねこういうノート PC スタンドがあることによって割と目線の高さの位置がねちょっと上がるので、まあ、このままこうやって肘ついて作業するとねちょっと肘が荒れてきちゃうんで、まあ、あんまりおすすめはしないんですけど、最低限ねこうやって作業もできるし、まあ、ズーム会議の時とかも割と自然な角度で自分の顔を映し出せるんで、そういう意味でもね結構使いやすいかなと思います。で、まあ、キーボードとか持ってる人はこうやって使うっていう感じですね。この姿勢だとこうやってね作業するっていうことがなくなって、自然とね体もちょっと起き上がるので、そういう意味ではまあ3000円4000円で購入できる投資としてはかなりノート PC スタンド熱いんじゃないかなと思います。でまあ、僕の場合だとね別途こう大きめの27インチ 4K のディスプレイがあるんですけど、なぜこの高さがあるタイプの PC スタンドが欲しかったというと、理由をねちょっとお見せしたいと思います。こんな風にね外部ディスプレイに接続したとしても、こういうねノート PC をノート PC スタンドに置くことによって、これをねサブディスプレイ的に使うことができるんですよね。こんな風に直置きしてサブディスプレイ代わりにするっていうのもできるんですけど、まあ、ちょっとねディスプレイの距離が離れてしまうし、高さもね目線の位置が結構ねずれてしまうっていうのが問題だったのと、あとこういう風にね平置きしてしまうと、割とこの PC の背面のねデスクとの接地面が結構ね厚くなっちゃって、割とその厚くなりすぎると、まあ、動画編集する時とかのパフォーマンスが結構落ちるっていうことで、まあこれをねその2つの理由からこれを導入して使ってるっていう感じですね。でまあこんな風にねディスプレイをすごく近づけることによって作業もしやすくなるし、まあ、サブディスプレイ的な代わりにもなるし、排熱効率もねちょっとぐらいは上がるんじゃないかなと思ってこういう設置にしています。まあ、メインディスプレイの方に動画編集のプレミアプロの画面とかを置いておいて、でこっち側にはねちょっとその動画内で喋りたいこととかスペックシートとかなんか調べ物をする時の Chrome のね画面を置いていたりします。でこういう風にね2画面分けて作業することによって、まあ、27インチ 4K のワイドではない普通のディスプレイなんですけど、結構ね動画編集もしやすくなってる気がしますね。これがまあスタンド 3,4,000円購入するだけで、まあ、ディスプレイもう1枚買わなくても済むし、割とこれで今は満足しているっていう感じですかね。はい、というわけでちょっと地味な動画ではあるんですけど、このねノート PC スタンドについてちょっと紹介してみました。まあ、持ち運びで例えばねスターバックスに行く時とか、なんか旅行の時にちょっと持ってくみたいなスタンドではないんですけど、まあ、割と在宅ですでにねディスプレイを持っているっていう人でも、こういう風にねノート PC のディスプレイをサブディスプレイ代わりにもできるし、まあそもそもこういうディスプレイ持ってないよっていう人だったとしても、まあリビングで、ね、作業する時とかでも割とこう目線が正しい高さの位置に来るので、3,4,000円のお金の使い方としてはね結構ね有効なんじゃないかなと思っています。で実際僕も半年ぐらい使っていて結構ね便利だなと思ったので、これをね改めて動画にして紹介しているっていう感じです。まあ、自信を持っておすすめできるので、もしよかったら概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。じゃあ今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ぜひトバログの動画が気に入っていただけた方はチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。